張り切ってるわね。でも、あんまり熱くなりすぎないようにするのよ。ところで、何かいい匂いがしてこない？月下丸の料理は美味しいけど、男のあいつにあそこまでやられると、ちょっと悔しく思うのよ。この任務中に、どうにかして、私たちの料理でみんなをうならせたいわね。失礼します。よろしいでしょうか。おはようございます。はいはい、おはよう。あんたが朝ごはん作ったんでしょ？いや、俺じゃない。え、じゃあ一体誰？まさか黒雪？それともジョニーとか？そのどちらでもねえぜ。まあな、夜中のうちに往復するつもりだったけどよ、こっちに戻るときに余計なお荷物を任されたもんだから、結局戻りは明け方になっちまったぜ。エンニー様、お荷物だなんてひどいです。長兄が親方に頼んだんだよ、俺らの世話係としてカツミをこっちによこしてほしいってな。はい、兄様姉様たちが任務を頑張れるよう腕によりをかけて作りました。そうよね、かすみの家事の腕は一流だもの。今の私たちにとってまさにうってつけの人材だわ。皆さんのお役に立てるならかすみはすごく嬉しいです。炊事、洗濯、それからこの家のお掃除、全部全部かすみに任せてください。あれ、猿之助戻ってたんだ。雪兄様。あれ、おいおい黒雪、もしかしてわかんないのかよ。かすみだよ、一番ちびっこのがいただろ。ああ、かすみか、思い出したよ。雪兄様ひどいです。でもかすみ驚きました。まさか雪兄様も一緒だなんて。そ、里に帰る途中で偶然会ってさ、面白そうだからついてきちゃったんだ。かすみもすっかり大きくなったよね。忍びの腕も上達したの？全然だぜ。手裏剣投げてもまとまで届きもしないしよ。そんなはっきり言われてしまったら、かすみ悲しくなってしまいます。ちょっと猿之助、あんた何かすみ泣かしてんのよ。ごめんって、かすみこれぐらいで泣くなよ。てかキャラもこんなことで本気の殺気出すなって。おい、とりあえずちぎり気しまおうぜ。月下丸、ちょっとは助けろよ。何？ダメよ月下丸。そんなことは。猿之助、無理だ。諦めろ。使えねえな、おい。
なんだか楽しそうだね。それよりも猿之助、感動様は何か言ってた？あ、ほら、俺勝手にみんなと合流しちゃったからさ。いや、特に何も。あ、でもお前宛の文を預かってきたぜ。ほれ。へえ、なんだろうね。前の任務のことについてかな。ありがとう。後でゆっくり読むよ。さ、いつまでも立ち話してないで、さっさと朝飯にしようぜ。さすがの俺も、一晩で京都甲賀を往復したら疲れちまったぜ。そうね。霞が腕によりをかけて作ってくれた朝ごはん、みんなでいただきましょう。少なくとも、月下丸の作ったご飯よりも、素直な気持ちで味わうことができるわ。うん？はぁ、美味しかった。よかったです。かすみ、夕げも気合を入れて作りますから、楽しみにしていてくださいね。さて、朝毛も済んだことだし、任務の話をしよう。町人、その前に、ちょっといい？どうしたのよ、真面目な顔しちゃって。実は昨日の夜、甲賀の里に向かうときさ、俺、変な奴らに後つけられたんだ。なんですって？もちろん、そんな奴らすぐに巻いてやったけどさ、でも、間違いない。奴ら俺らのお仲間だぜ。ああ、俺らと同じ忍びだ。なんだと？やはりそうか。そうかって、町人知ってたの？わずかだが、今日の様子がいつもと違っていた。巧みに隠してはいたが、普通の町人とは違う空気のものを何人か見かけた。ああ、猿之助の後をつけたということは、俺たちのことを探っているのか？いや、どうだろう。結構すぐに諦めてったから、単に様子見ってとこだったんじゃないかな。まあ俺たちのようにどっかの忍びが何らかの仕事をこの京の町でこなしてるってことなんだろうね。何にしろ私たち以外の忍びが京の町にいるということは事実。くれぐれも私たちの存在を気づかれぬよう慎重に動かねばならないな。まったく、今日からが本当の意味での任務の始まりだっていうのにね。で、町人、俺らはその石川五右衛門が狙っている武家屋敷を突き止めればいいんだよな。そうだ。だが決して楽な仕事ではない。何せ武家町はいくつもの区画に分かれ、そこにある武家屋敷の数は大小合わせて400を超すのだからな。うへえ、そんなにあるのかよ。気が遠くなる数だわ。手分けしたとしてもしらみつぶしに調べてたら数週間はかかってしまうわね。もちろんそんなにも時間はかけられない。だからこそお前たちには忍びとしての勘を働かせてもらう必要がある。町には情報が溢れている。勘を働かせ五右衛門につながるものを探し出すんだ。先ほども言った通り、行動にはくれぐれも注意するように。では始めよう。円珠様、大丈夫ですか？はい。それでは俺も行きます。どうぞ無理をなさらないよう。
おや、お嬢ちゃんじゃないか。早速俺に会いに来てくれたのかい？嬉しいね。よし、訪ねてきてくれたお礼に何か甘いものでもご馳走しようじゃないか。ちょうど近くに馴染みの甘味どころがあるんだよ。そこは抹茶を使った菓子が絶品でね、ぜひともお嬢ちゃんに食べてもらいたいんだ。さ、こっちだよ。おや、そうかい？俺の早とちりか。これはまた恥ずかしい姿を見せてしまったね。でもそれはそれとして、甘味どころはどうだい？そうかい。残念だね。お嬢ちゃんと甘味でも食べながら仲良く語らいたかったのに。それはまた次の楽しみにしておくよ。お嬢ちゃんの都合のいい時に声をかけておくれ。待ってるよ。なんだい？石川五右衛門って、あの泥棒の？どうしてまたお嬢ちゃんがそんなことを知りたがるんだい？興味ね。ま、確かにあちこちで話題に上っているからね。ま、俺もとびきり詳しいとは言えないけど、いろいろと噂は聞いてるよ。何でも石川五右衛門は大の甘党なんだとか。実はさっき言った甘味どころが五右衛門のお気に入りなんだそうだよ。そうそう。ねえお嬢ちゃん、やっぱり俺と一緒に行かないかい？そんなに時間は取らせないよ。五右衛門の話が聞きたいんだろ？甘いものでも食べながらどうだい？そう来なくっちゃ。よし、早速行こう。さあお嬢ちゃん、この菓子がここの名物だよ。早速食べてごらんよ。どうしたんだい？せっかく来たってのに食べないのかい？こんなの食ったことねえぜ。本当にいくらでも食えんな。そうだろう。これがこの店の名物なんだ。うめえ。最近じゃこれを目当てに京以外からも人が来るって話だ。へえ、そりゃ景気がいいな。まったくもって羨ましい話だぜ。なんだい、兄さんは景気良くないのかい？からっきしだね。どっかに稼ぎのいい仕事でもないかな。俺、腕に自信はあるから、どっかのお屋敷の用心棒なんか最高なんだけどな。用心棒ね。そういえばどこかの屋敷で結構な人数を募集していたはずだったけど。へえ、そりゃいいね。詳しく教えてくれよ。お嬢ちゃん、
もしかして甘いものが苦手だったのかい？だろう？いやーよかった。そう言ってもらえて。そんなに喜んでもらえると、連れてきた甲斐もあるってものだよ。さっきは食べるのをためらってたみたいだったから、内心ハラハラしていてね。いいんだよ。お嬢ちゃんのとびきりの笑顔を拝むことができたんだからね。だからそんなに恐縮せずに、さっきみたいに笑っていてほしいな。そうそう。お嬢ちゃんはその顔が一番いいね。さ、もっと食べていいよ。なんならおかわりをするかい？それじゃあお嬢ちゃんをもっと笑顔にさせるには、どうしたらいいかな。そうだ。俺がお嬢ちゃんに食べさせてあげるってのはどうだい？冗談だよ。お嬢ちゃんがしてほしいって言うなら俺は大歓迎だけどね。で、お嬢ちゃんは一体どこから来たんだい？いや、あまり今日の街に慣れてないみたいだし、どこの子なのかなって。それは？なるほどね。確かにそうだ。じゃあまずは、俺のことをお嬢ちゃんによく知ってもらうことから始めないとね。そんなことよりって、ひどいね、お嬢ちゃん。俺、そこまで五右衛門のこと詳しいわけじゃないんだけどね。言っただろ？とびきり詳しいってわけじゃないって。噂話程度だよ。なんでそこまで知りたいのかね。ま、せっかくここまで来たんだ。甘味を味わいながらゆるりと行こうよ。じゃあお嬢ちゃん、また一緒に遊びに行こうね。